国土交通省に属しているんですけれども、まあ、メインとしては船を代表とする海上交通の安全とか高度化、それから海洋開発とか、そういったことを中心に研究を行っている研究所です。水中工学センターというのがありまして、そこで海中機器の開発等をやっております。内容的には小型 AUV 複数同時運用システムの開発ということで、これはジャムステクさんと一緒にやっているんですけれども、その中で我々は高効率小型 AUV システムの開発というところを担っております。ジャムステクさんがやっているのが非常に高度な AUV を使って高度に測っていくというものですけれども、私どもはもっと小型のもの、民間の方が使えるようなものを開発して、そういったものを提供していく、それそして複数を同時に運用して、それによって、まあ、広い範囲のところをこう短い時間で、計測するというようなことをできるようなものをシステムとして開発していこうということを考えております。最初に簡単に全員をこう測って、で、何かおかしなところ、まあ、面白いところを見つけたら、それを今度、ジャムステックさんの方が詳しく測ると、そういった役割分担になっております。私どもの AUV は一応先行深度今2000メートルを考えています。これは熱水鋼床をメインのターゲットとしております。で、熱水鋼床形がこうニョキニョキと出ているような形が特徴的なものがありますので、そういったものは小型の AUV によって海底の精密なる地形図を作ることによってそれを見つけることができると考えています。ただし先頭鋼床といって、中先端が海底下に入ってしまっているもの、こういったものを見つけるためにサブボトムプロファイラー、これはあんまり AUV にはつけたことがないようなものですけれども、そういった低周波を出して海底下の構造を調べるというようなことを目指しております。それぞれが広い範囲を効率的に探していくというような、そういったことができるように協調行動をするということが重要になります。こちら AE2000 という名前の AUV で、東大を中心としたグループで作ったものです。まだ会見のグループは一から新しく AUV 作るわけで、まだ1年目には AUV がないものですから、これを使って協調行動とか通信とか、そういった実験を行わさせていただいております。今まで今お話しした話というのは航行型といって走り回るものですけど、もうちょっと小型で、ホバリング型といってある一点を少しこう細かく探るといった、そういったものも同時に開発するということを考えております。それからまた、投入とか揚収システムの部分においては、AUV 専用の船ではなくて作業船をこう AUV 投入から揚収に使えるようにするというような、こういった投入揚収システムも作り込む。一つのこう洋上中継機、まあ、これは洋上にあって、1台によって複数の AUV にこう指示を出すようなもの、4台の小型 AUV の位置とか通信とかをこう分かるようにしていくということです。まあ、こいつ機器で司令塔になるということです。洋上中継機1台で複数を運用する、まあ、これはなかなかやったことがない話で、特にこれを効率的に協調行動させるということは難しいなというふうに考えております。こちらはですね、AUV 複数機を、運用するその司令塔になるアパと呼んでます。水の中にこの辺まで浸かりますから、上の部分がいろんなアンテナがついてます。特に GPS によって自分の位置をこれ測るっていうことをする。それから水の中浸かってる部分、あちら側には今度音波を出すようなものがついてます。で、AUV 自身は水の中にあるんで GPS が使えませんから、この位置から相対的な位置という格好で自分の位置を掴んでいくという形になります。で、これ自身は SIP より前に、ちょっと前に作ったものですけれども、今度の SIP で、まあ、形は違いますけれども同様の、そういう司令塔になるようなものを作っていこうというふうに考えています。1年以内のところにこのホバリング型、まあ、あまり動き回らないですけれども、こういった形のものを1年目で作り上げようというふうに考えています。協調行動システムを取った2機の AUV を2年度目の後半までに作る、あとはこういった洋上中継機とか投入揚収システムを2年後のところまでに作ると、あと3年目4年目で、早く走るタイプの AUV ですけど、それを3年目4年目とこう全部で4台作ることにしております。で、まあ、4年目の後半から5年目にかけてということで、この協調行動、実際の海でこういったことができるかを試そうというふうに考えております。
なるべくいろんなもの機械を国産化したいと考えてますので、民間のそういった会社とも今いろいろ付き合いをしながら、どういったものを作ってどういった性能でといったことをいろいろと議論しているところです。なかなかこれだけの人たちが揃ってですね、特に日本のっていうことを考えて AUV を作っていくというようなことはある意味初めてだと思うんですね。で、そういった意味ではこれぜひ成功させなければいけないし、日本にそういった産業とかそういったものをもう一回定着させて世界に発信していきたいというふうに考えております。民間の方が使えるようなものを開発して、そういったものを提供していく、それそして複数を同時に運用して、それによって広い範囲のところをこう短い時間で計測するというようなことをできるようなものをシステムとして開発していこうということを考えております。最初に簡単に全員をこう測って、で何かおかしなところ、面白いところを見つけたらそれを今度ジャムステックさんの方が詳しく測ると、そういった役割分担になっております。私どもの AUV は一応先行深度今2000メートルを考えています。これは熱水鋼床をメインのターゲットとしております。で、熱水鋼床形がこうニョキニョキと出ているような形が特徴的なものがありますので、そういったものは小型の AUV によって海底の精密なる地形図を作ることによってそれを見つけることができると考えています。ただし先頭鋼床といって、中先端が海底下に入ってしまっているもの、こういったものを見つけるためにサブボトムプロファイラー、これはあんまり AUV にはつけたことがないようなものですけれども、そういった低周波を出して海底下の構造を調べるというようなことを目指しております。それぞれが広い範囲を効率的に探していくというような、そういったことができるように協調行動をするということが重要になります。こちら AE2000 という名前の AUV で、東大を中心としたグループで作ったものです。まだ会見のグループは一から新しく AUV 作るわけで、まだ1年目には AUV がないものですから、これを使って、協調行動とか通信とかそういった実験を行わせていただいております。今まで今お話しした話というのは航行型といって走り回るものですけど、もうちょっと小型で要するその司令塔になるアパと呼んでます。水の中にこの辺まで浸かりますから、上の部分がいろんなアンテナがついてます。特に GPS によって自分の位置をこれ測るということをする。それから水の中浸かってる部分、あちら側には今度音波を出すようなものがついてます。で、 AUV 自身は水の中にあるんで GPS が使えませんから、この位置から相対的な位置という格好で自分の位置を掴んでいくという形になります。で、これ自身は SIP より前に、ちょっと前に作ったものですけれども、今度の SIP で、形は違いますけれども同様の、そういう司令塔になるようなものを作っていこうというふうに考えています。1年以内のところにこのホバリング型、あまり動き回らないですけれども、こういった形のものを1年目で作り上げようというふうに考えています。国土交通省に属しているんですけれども、メインとしては船を代表とする海上交通の安全とか高度化、それから海洋開発とかそういったことを中心に研究を行っている研究所です。水中工学センターというのがありまして、そこで海中機器の開発等をやっております。内容的には小型 AUV 複数同時運用システムの開発ということで、これはジャムステックさんと一緒にやっているんですけれども、その中で我々は高効率小型 AUV システムの開発というところを担っております。ジャムステックさんがやっているのが非常に高度な AUV を使って高度に測っていくというものですけれども、私どもはもっと小型のもの、ホバリング型といってある一点を少しこう細かく探るといった、そういったものも同時に開発するということを考えております。それからまた、投入とか揚収システムの部分においては、AUV 専用の船ではなくて作業船をこう AUV 投入から揚収に使えるようにするというような、こういった投入揚収システムも作り込む。一つのこう洋上中継機、これは洋上にあって、1台によって複数の AUV にこう指示を出すようなもの、4台の小型 AUV の位置とか通信とかをこう分かるようにしていくという、こいつ1機で司令塔になるということで
あの洋上中継機1台で複数を運用する、まあ、これはなかなかやったことがない話で、特にこれを効率的に協調行動させるということは難しいなというふうに考えております。こちらはですね AUV 複数機を、運用